エグザイルの黒木啓二41の妻で実業家の宮崎玲香さん33が2日までに自身のインスタグラムを更新着物姿と手作りのおせちを披露した写真宮崎玲香さんが公開した豪華なおせち料理インスタから今年もどうぞよろしくお願いしますそして珍しく麗エ S クッキング投稿と緑色の着物ショットと鮮やかなおせち料理を公開 毎日自炊してるんですが、ハエとか気にせずに出し、子供たち、出させるのに、必死なので、写真も撮る余裕あまりなくけど、リクエストめちゃくちゃ多いので頑張って、今年は、たまに撮っていきたいと思いますと記した。年始は、初詣には、家族で行き息子もおみくじを引いたら、よく寝てよく食べること。部。理せず学問は今辛抱時だと。 サミナ様にとっても今年一年が素晴らしく心が豊かな一年になることを願ってますと綴った二人は昨年12月に結婚を発表宮崎さんは化粧品やコンサルティングなどの会社を手掛けるやり手経営者でシングルマザーとして育児と仕事を両立しているフォロワーからはめっちゃ素敵すごく美味しそう着物姿も素敵やっぱり素敵な女性すぎお綺麗ですなどと反響が寄せられた thank you